やる気を起こさせるには、とにもかくにもやり始めるのが一番だ。実業家小林一三。なかなかやる気が起きない時ってありますよね。勉強、仕事、家事、やるべきことはたくさんあります。実はやる気を出すために環境や準備をいろいろと工夫しても効果はありません。やる気は何かの作業をしている最中に生まれるものだからです。ですからやる気が出ないという人は、やり始めるためにスタートのハードルをとにかく下げることが大切です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは今日も一日頑張りましょう。